はい、今からローラー外して仕上げをします。はい、半日でさ、2人か3人ぐらいやっちゃうの？まあ、2人だと半日やるね。そうだね、はい、午後はね、うん、長いからちょっと午後の方が長いね。長いできるけどね、3人ぐらいは、うん、でもその間に自分で食べたりね。そうそうそう、ね、それもあるからね、うんうん、休み時間も取らなくちゃでしょ。そうですね、ずっと座ってるんで疲れちゃうしね、はい、そうですよね、そういうこともあるからね、うん。でも自分で一旦できる仕事っていいね、ガムさん。そうです ね、 ね、ありがたいですよね。さ、私なんか何もできないから結局ね、ここに勤めるっていうことだけど、はい、私もそんなほら、手に職があった方がいいなんて、そんな考えでやったわけじゃなかったけどね、まあそうなんだ、その時はね、今になるとね、ね、いいことありがたいですよね、はい。勤めるのも楽なところもあるけどさ、うん、やっぱり ね、 そうですね、同僚とか、はい、人間関係はね、なんだかんだってやっぱ気が使われてるよね。そうですね、使わざるを得ないもん ね、 ね、一人でできるっていいね、うん。床屋さんにさ、なろうっていう気もあった、かみさん。あのね、いや、それはなかったですよ。それはなかった、うん、そうなん、うん、あの自衛官でさ、いた時に夜学校行かれたわけじゃん、うん、だから、うん、そう、それなんだよね、うん、まあ、うん、大変でしょ、夜学ってね。そうですよね、ねえ、うん、まあ、大変は大変、他のことやってね、夜の勉強すると大変なことだ。そうそう、そう、若い時のいいね、やっぱりね。そうです、若かったからですね。若かできたんだね、きっとね。そうですよ、その通りですよ。ある程度年になってなったら嫌だよね。できない、できないよね、うん、まあよかった、ありがとうございます。はい、終わりました。